どうもバンディアンス、おじちゃんです。今ライブしてたんですけれども、というところで八戸ナンバーワンの YouTuber 海猫おじちゃんです。ここは八戸市の青森県八戸市の種差しというところ、種差し海岸、芝生が広がってすごく綺麗なところですけれども、今は2月24日夜22時なので、まあ誰にも見えません。ここは種差しインフォメーションセンター、もちろん今日はもう閉まってます。ちょっとぐるっと一周してみます。というところで八戸ナンバーワンの YouTuber 海猫おじちゃんです。ライバルは海猫おばちゃんです。そしてここ左折してみます。種差しというところ、キャンプ場があってキャンプもできるんですけれども、目の前に見えるのは踏切です。踏切はまず一時停止、確実に一時停止、ちゃんと止まります。右左右確認しました。でここまっすぐ というところで、八戸ナンバーワンの YouTuber を目指している海猫おじちゃんです。ここは青森県八戸市の種差しというところ、ちょっとライトを透明にして見やすくしてみますね。ここ道路工事してるのかな、なんかガタクタガタクタってます。あららららら、ガタクタガタクタってますね。ガタクタってちょっとなんか見えてなかったですけども、道路工事してるみたいです。ここもうちょっとまっすぐ進んでみましょう。というところで、八戸ナンバーワンの YouTuber海猫おじちゃんです。今何してるかというと、今から見始めた人に説明しますと、ライブしてました。ここは青森県八戸市の種差しというところ、海のすぐそばです。海岸線に沿って走ってました。気分がいい景色が広がるんですけども、今は2月24日22時ですので真っ暗です。ライバルは海猫おばちゃんです。ここも少しまっすぐ走ってみて、あーそうだ、海の方さちょっと出てみましょうか。海の方さ出てみますね。で今は2月24日22時です。あ、ここの信号ちょっと右折してみましょう。右折、この信号は右折します。これまっすぐ行くと、これは海ですね。住宅もまだ住宅もありますけれども、ここまっすぐ行くと海水浴場があります。はい、踏切です。踏切はきちんと止まります。踏切、はい、右左右、はい、レッツゴーといったところで、八戸ナンバーワンの YouTuber を目指す海猫おじちゃんです。ドライブしてたところですけれども、ここは森県八戸市の白浜というところ、これ目の前真っ暗ですけども、これは海ですよ。白浜海水浴場というところになります。あ、これ飛行機だったね。これ目の前海ですよ。海水浴場です。なぜは今笑いみたいに人がいっぱい集まりますよ。こうね、海の家だのも今シーズンオフですね。誰もいません。今外の気温は氷点下。今年は暖冬で雪が全くっていうか、ほとんど降らないんですけれども、この通りです。2月だというのに雪が全く一切ありません。本当にどうなってるんだか、先行き不安ですね。お、キャンプやってる人もいますね。キャンプやってる方もいます。白浜海岸でキャンプやってる方もいますね。テントにライトがついてますかね。はい、1です。1、2、3と、はい、確認、よし。ここちょっと右折しますよ。ここの通りの言葉、通称海猫ロード、海猫ロードと言いますよ。ここ
言いますよ。これ右側が全部海ですね。この道はすごくいい景色が広がるんですけども、今は真っ暗です。建物はありません。人っ子一人いませんし、車も全く通りませんね。ここはハイキングするにもいい遊歩道があって、遊歩道、まあそんなところです。海でこっちのサイクリングは趣味なので、サイクリングでこっちの方に走ってきてですね、去年9月25日に背骨を骨折しました。自転車転倒による胸椎骨折および顔面骨折、緊急搬送されて不死鳥のごとくキャンバックしてきました。今元気です。おっと、対向車も来ましたよ。ドライブでしょうか。このままこうやって走って、で何も面白くない動画ですけども、あ、肉眼では海が見えます。ここは新江崎展望台っていうところで、昭和の頃は有名なナンパスポットでした。男と女子が出会いを求め、夜な夜な集まるというところでした。今は誰もいません。あ、もうちょっと走っていかねばねえんだな。これ左側は牧場です。サラブレッドの牧場です。お、右側には磯も広がっております。こういう曲がりくねったうねうねとした海の道路っていいですよね。私大好きです。あ、ここです。ここにコロンバエルというソフトクリーム屋さんがあるんですけれども、当然今の時間はやってませんけどもね。ここの駐車場、ここがナンパの出会いを求めた男と女のナンパスポットでした。今はそういう人はいません。キャンピングカーが止まってますね。キャンプですね。車中泊ですね。そしたらここ見に行きますよ。撮っていったところで、初めてナンバーワン YouTuber の海猫おじちゃんです。ここは海猫ロード、青森県八戸市の海猫ロードです。海猫通りをこういう風に走ってる最中に、自転車で走ってる最中に転んで緊急搬送されたのは私です。ぶっ転んだ場所はですね、どの辺なんだか、この辺だと思うんですけどね、全く記憶にございません。ちょうどこのここらの交差、ここらっていう話で聞いてるんだけども、ここら辺だっていうふうに聞いてるんだけども、わしはコロナのことすら覚えてませんので、運ばれて気づいた時にはもう病院の治療室、何度か治療室でしたね。すっぱだかにされて、仰向けに寝かされて、体中にピタピタと吸盤が貼り付けられてました。その説はどうもご迷惑おかけいたしまして申し訳ございませんでした。最後に記憶があるのは、これもうちょっといくと水族館があるんですけどもね、その水族館の自動販売機でお茶を買って一気飲みをした記憶まではあるんですが、そこから走り出した記憶は全く一切ございません。ここの自動販売機ですね。これ見えますか。この自動販売機ありますね。この自動販売機で、この自動販売機でお茶ばかって飲んで、そのまま走り出して、さっきのところでぶっ転んで救急車さ
運ばれたんですよ。こう走ってて回ってる記憶ないんですよ。全然わかりません。だから意識ないまま発見だったんだか定かではございませんが、そういうことで、というところで、はじめナンバーの YouTuber 海猫おじちゃんです。今ここね、先のが水族館なんですけどもね、分かりづらいんだけど、水族館の2階からこうギュンとしたさ降りてきましたよ。ここギュンと降りてくるとですね、これ左のはさっきの水族館、マジの明かりが結構見える、あれマジの明かりかな、なんだめな、明かりがこう見えきましたね、だんだんね。ここは森県八戸市の株島というところ、有名なところなんでさ、あの海猫繁殖地天然記念物です。一人で口を言ってなんか何も面白くない動画かもわかりませんけれども、もう少々お付き合いいただいていただきたいというところで、鹿児島の神社をご紹介したらこの動画も終わろうかなと思ってましたけども、ここがちょうど観光地、八戸の観光地鹿児島、そしてここを右に曲がると奥までは行かれませんけれどもね、あ、車両進入禁止でございます。ここから先はね、これは目の前のあのあれは鹿児島神社の階段の上がりでございますね。これ以上入りませんのでバックします。あ、これ以上入りませんね。あ、普段いつもはねここ自転車で来るもんですからね、ですね、この間もう骨折から立ち直って約5ヶ月ぶりにまだ自転車でねここに来ましたよ。というところで、今日は私一人、おじちゃん一人でドライブしてましたけれども、おばちゃんはお仕事してますんでね、今ね、いないんですよ。みんなおばちゃんはお仕事してますんでね、今いないんですけれどもね。さっきですね、こそっとマック買って、マクドナルドのドライブスルーをしてですね、スイート、なんだっけ、スイート、なんだっけ、ど忘れした、スイートチリ、スイートチリだ、スイートチリなんだかフィレオだかつの分かってね、食ってみましたけれどもね、なかなかうまかったですね。初めて食いました。ここは森県八戸市のサメというところ、まあ今今日ずっとサメじゃあ全部サメなんですけどね、ここのね、次はこの目の前のこの白い建物、ここはね、大野屋食堂さんという椎名そばの名店、ここのうまいんだ、だけど最近閉めたなんていう噂が聞こえてきましたけども、どうなんでしょうか。そう、本当だとちょっと残念ですね。で、ここのぐるっと来まして、ここ目の前が今度魚市場ですね。八戸には魚市場が第10位、第2位、第3弾って魚市場ありますよ。ここら辺はね、毎朝私のサイクリングコースですね。毎朝のセブンの終わってからは毎朝のサイクリングやってませんけれども、セブンの終わるまでは毎日毎朝でしょ、朝早くコッパやゴギでサイクリングしてましたよ。八戸市の中心街から鹿児島神社というところまで行って往復する、毎朝往復してから今日の1日が始まるというところで、あのずっとあのドライブをお送りしてきたわけですけれども、これからも海猫サブチャンネルよろしくお願いいたします。あと海猫チャンネルということで、海猫おばちゃんに負けないようにですね、私八戸ナンバーワン YouTuber というところで、あのやっていきますので、これからも何卒よろしくお願いいたします。だらまだなす。